こんにちは、サラです。本日の動画は急に進行する脱毛症や薄毛に悩んでる方々に向けて、私が今みたいに前向きな生活を送れるようになった方法をお話ししていこうかと思います。で、その前にこの動画で私のことを初めて知ってくださった方もいるかと思うので、簡単に自己紹介をしていこうと思います。私は現在25歳で、10歳の時から脱毛症を発症して、脱毛症歴15年目になります。で、最初は一つの円形脱毛症が後頭部にできたことから始まりだったんですけど、そこから徐々に全体的に抜けてきて、サプリメントだとか、あと大学病院に通ったり、普通の皮膚科に通ったり、いろんな治療をしてきたんですけど、なかなか完治までは至らず、今は特に病院とかも通わないで、ウィッグでおしゃれを楽しんでいます。私自身小学校の時から脱毛症だったので、ずっと私だけの病気なんだって孤独感を抱えながら生きてきました。私みたいな辛い経験をしてほしくないなと思って、 SNS で脱毛症の進行だとか、いろんなお薬を試したりだとか、あとウィッグを紹介して活動しています。私自身当事者であるので、最大の強みは皆さんと共感できるっていうところだと思っているので、同じく髪の毛に悩む方々の力になれたらなと思っています。今は素頭なのでこういった感じなんですけど、普段はじゃん、こういった感じでいろんなウィッグをかぶっておしゃれを楽しんで生活しています。自己紹介はこんな感じなんですけど、発症して15年経った今では脱毛症とうまく向き合って付き合っていけてるんですけど、やっぱりどうしても脱毛の進行を受け入れる過程っていうのがありました。私が発症してから脱毛症を受け入れられる期間は10年かかりました。やっぱり当時は学生だったので、文化祭とかでみんなで可愛いヘアアレンジして、お揃いのなんか可愛いヘアピンつけるって言ったのが全然できなかったんですね。限られた髪型しかできなかったので、とにかくヘアスタイルで脱毛を隠すっていうのに必死でした。やっぱり外見に対して自信がなくなってしまうので、気持ち的にもどん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 沈んでしまって、外では明るく振る舞うけど、一人になった瞬間なぜだか涙が止まらないとか、そういったことがもう何年間も続いていました。当時は20歳だったので、その時に思ったのが、この20年間の人生の10年間半分が脱毛症という病気にずっと悩まされてきた期間だったので、このままではダメだと、人生もったいないなって思って、そこでいろいろどうしたらいいかっていうのを調べました。で、そこで出会ったのがウィッグでした。最初私はウィッグをつけることに対してすごく抵抗があったんですけど、調べてみるとすごいね、今ってウィッグの種類が豊富で、ヘアスタイルだとかカラーとか本当に可愛いものがたくさんあったので、これならいけるかもしれないと思っていろんなウィッグを買ってみました。当時学生だったので全然5000円ぐらいのウィッグしか買えなかったんですけど、やっぱり失敗が多かったりだとか、思ってたのと違うなっていうものもありました。ただだんだんこうウィッグを選んでいくうちに、どういうものがいいのかとか見極めることができるようになってきて、今では好きなウィッグをこうネットで注文して、日常生活でおしゃれを楽しんで生活できています。やっぱりウィッグを使い始めることによって、外出が楽しくなったり、周りからの目が気にならなくなったり、憧れのロングヘアができたり、すごいね、いいことだらけです。まあ 100% いいことだけかっていうと、それはちょっと違う。やっぱりウィッグって夏場は蒸れたりとか、そういった不便さはあるんですけど、それでもウィッグをつける前の生活よりかはとっても充実しているし、なんか毎日楽しく過ごせています。で、今現在はすごく前向きな生活をすることができてるんですけど、やっぱりウィッグとの出会いっていうのはすごく大きかったです。脱毛症ってすごい治そう治そうと頑張るんですけど、やっぱりうまくいかなかったりだとか、どうしても治るのに時間が必要だったりする、ちょっと難しい病気なので、結構精神的にやられてしまう病気でもあるのかなと考えてるので、私は治すっていうよりかも脱毛症を受け入れるっていうところに力を入れて普段過ごしていました。家ではウィッグはつけてないんですけど、外出するときはどうせウィッグつけれるし、まあ、ゆっくり治るならゆっくりでもいいかなっていう考え方に変わったので、そこが結構今私がこう楽しく生活できているきっかけかなと感じています。脱毛症を受け入れるっていうことができたので、
ウィッグに対してもそうだし、病気に対してもそうだし、新しい価値観を得られたし、今までネガティブに考えたこともポジティブに捉えきれるようになったし、逆にこの脱毛症で経験した辛いこの10年の期間があったからこそ今の自分がいるんだなっていう自信にもなったし、まあなるべく病気にならないっていうのが一番ではあるんですけど、学べることは多いなと感じています。まとめになるんですけど、私が皆さんに伝えたいのは、今脱毛症だとか薄毛とかで悩んで辛いなって思ってる方がいましたら、今すぐ前向きになってくださいとは思っていないです。とことん悩んで、とことん辛い経験をして、ただ一つ諦めてほしくないのが、いつか病気を受け入れて楽しく日常生活が送れる日が来るかもしれないっていうことだけは本当に諦めないでほしいです。言霊って本当にあると思うので、私もずっと辛い時は心の中で、サラなら大丈夫、サラなら絶対いつか今より楽しいって思える人生を送れるって思いながら、そして口に出しながら生活していたので、今思うとちょっと恥ずかしいんですけど、今も諦めて心折れそうな方、本当に騙されたと思って、自分で自分自身に伝えてあげてください。本当に絶対受け入れられるから、楽しく生きれるからって、自分自身で自分のことを大切にしてあげてください。そしてもし本当にこうどうしたらいいのかわからない方、今悩んでるけどウィッグもどんなのが似合うのかわかんないし、どんな種類のものがあるのかわかんないしっていう方、ぜひ私がプロデュースしている女性用ウィッグ専門店アンジュサラの公式 LINE があるので、そちらにメッセージを送ってください。私が直接対応するので、もしね悩んでる方がいましたら、どんどんご連絡していただけたらなと思います。はい、ではこんな感じで本日の動画は終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。